また選挙、前やったとこやんか。前のあのカブル選挙、あの時に一緒にやれば税金も抑えられた、皆さんの負担も抑えられたのに、今堺だけここで選挙をやってます。なんでかっちゅうことなんです。堺の自民党、堺の市議会があのむちゃくちゃな不正やった竹山さんを守って、そしてまた堺で新たに税金使って選挙をする、こんなことやって堺が成長するわけありません。皆さんの大切な税金、何に使われてるか分かんない、不透明な状況、グレーな状況、これが堺の現状なんです。堺を良くするための市長が特定のことで固まって、そして不正を起こした時に市議会も一緒にブルーになってるんでしょ。責任追及しないじゃないですか。やっぱりこの古い体質、まだまだ堺には残ってるということだと思います。これを変えていきましょうということです。堺はまだまだ成長する、もっともっと住民サービスも良くなります。そういったことを持ってやっていかなきゃ。今の古い状態の堺のままじゃなくてね、新しい改革を前に進めていく、これはまさに長内さんの役割だと思ってます。